下村個人10月3日から1955年4月20日は日本の小説家、社会教育家。本名は下村虎六郎、旧姓は内田。佐賀県神崎郡千歳村大和崎村出身。東京帝国大学英文科卒。大学卒業後に母校佐賀中学校教師や鹿島中学校校長等を歴任。教職辞任後は同郷で高校。 大学同窓の田沢義春に従い、講演や文筆活動で社会教育に尽力。青少年に影響を与えた二郎物語の著者として知られる。下村個人のせいか、佐賀県神崎市千代田町生まれて間もなく、佐子に出されるが、4歳の時に実家に戻る。佐賀中学校時代から雑誌西かを内田雄闇の筆名で投稿。この頃から、高田康馬。 中島愛郎、山口良一らと親交があった。熊本の第五高等学校では、高田と共に五高校を有し、流南の編集委員を務め、その文才は五洪水一と謳われた。東京帝国大学在学中には、帝国文学に小説や詩家を発表し、編集委員を務める。大学卒業後は、学士支援等を受けていた。 下村新江門の長女菊池代と結婚し養子に入る。この頃から下村虎との筆名を使い始めた。佐賀中学校教師、唐津中学校教頭、鹿島中学校校長、唐津中学校校長を務め、さらに同郷の田沢義春の勧めで、大中第一中学校校長、台北高等学校校長を歴任した後、1931年に教職を辞す。 1933年から4年間にわたって田沢が主催していた日本青年館別館、翌音館に設置された大日本青年団講習所の所長となっている。1932年から本格的な文筆活動に入った下村は、吉田健次郎に筆名の虎人が少し硬すぎると言われたのを機に、これを尊敬するスコットランドの詩人ウォルター・スコットの代表作、 古城の美人によって、個人と変えた。そして1936年から代表作、二郎物語の連載を、雑誌、千年で開始する。1938年総年団中央理事。翌年には、煙仲間運動を提唱。戦後間もない1947年には、NHK から、郷土建設と小戸島の煙仲間が放送されている。1942年には、 小山書店発行の新風土市場で俗次郎物語連載開始。1948年には復刊された新風土で次郎物語第四部の連載を開始。1953年には全日本青年産業振興会顧問兼漢字になっている。1954年には次郎物語第五部を上司し、田沢義春の伝記、この人を見ようを脱行するが、 この頃から病床に付すようになる。1955年4月20日午後11時2分、脳難下症と老衰のため、東京都新宿区百人町の自宅所在で死去した。70歳没。改名は佐都市聖院文猿、特潤孝治。下村は、二郎物語の第五部の後に、少なくとも、あと2編の構想を温めていたと見られることから、 同作は未完に終わった作品と考えられている。学生時代の内田虎六郎、岩井博史、作家の臨終、母比辞典172ページ。ありがとうございます。